2018年4月の3日16時45分です。風が強いからね、うるさいかもしんない。こもったりしてない？普通に綺麗に聞こえる？通常通り聞こえます？クリーンに聞こえる？たまにこもったりするからさ、大丈夫ですか？聞こえた？普通に聞こえる。オッケー。違うじゃないよな、マイク。はいはい。外配信です。ここの横がボワッとなるのが嫌なんだよな。切りたいも。いや、メガネ屋に行こうかなとか思ってんだよね。メガネ屋さん行こうかなと思って。おー、花火ありがとうございます。ゆうさん元気ですよ。花火ありがとう。サンキューです。花火ありがとう。ありがとうございます。のんちゃんの服買ってあげようか。のんちゃんね、いやこれでもだいぶ痩せよ、のんちゃん。でもね、もともとガリガリだったからね、雨になると太って見えるね、少し。これでもだいぶ痩せた方だね。お腹すごい。俺がね、あの食べさせすぎて10キロ太らせちゃった。出会ったから10キロぐらい太った。でもだいぶ痩せてきたよ。今ぐらいがちょうどいいよ。今ぐらいが。ありがとう。パフェありがとう。
はい、和田です。いらっしゃい。配信用の肉さんいらっしゃい。今日天気良くて気持ちいいね。おお、バカありがとう。はい、こんにちは、エンビー。いいとこでしょ、西新宿で。テリアいらっしゃい。都会だよ、都会。シティーボーイだから。ありがとう、人魚鉢。何、今病院なの？じゃあ俺の放送を見て元気出して。はいはい、あやちゃんいらっしゃい。枝ガズガズしてる。スタバ飲む？飲む？スタバ行こうか。じゃあ俺外で配信してるから、のんちゃん買ってきてくれる？俺ね、何がいいかな、何飲む？フラペチーノ何がいいかな。キャラメルとダークモカと、あれにしようかな、新しいやつ。あのさ、俺新しいやつがいいや。大量浴びれないんだ今。やつ何？あれあれ、あそこにあるやつ、あれの普通通る2000円あれば足りると思う。のんちゃん好きなの買いな。あれの通るでいい。これカバンの中どっか上の方入れて。大臣久しぶりだね、鉄さん。風が強い。それえってなるよ。そうそう、ビル数なんだよね。西新宿の今、どこだここは。ヒルトンの前かな。ヒルトンの前。
これからね、メガネをね、レンズ変えようかなと思ってて、メガネを変えようと思ってる。はい、エデンいらっしゃい。どこ行くとかは別に決めてないんだけどね。この配信、月田さんありがとう。おい、ありがとう。わ、風船ありがとう。強いんだもん。髪切りてえなマジで。髪の毛がうっざい。ごめんね、風うるさくて。ビルすごいよ。ビル群だよ。あー、了解了解。オッケー、待ってるわ。了解了解。待ってまーす。はいはい。わお、ありがとう。はやちゃん、花火ありがとう。ありがとうございます。いや、めっちゃ嬉しいわ。ありがとう。あざーす。田中は、俺は田中は泳がそうと思ってるから。ありがとうございます。風が厄介だよな。大田区から見えるんだ。へえ、すごいね。田中はちょっと面白いキャラだから泳がせようかな。
かな、スーツ着た大学生みたいなのがいっぱいいるな。はいはい、行ってらっしゃい。中田さん、はじめまして。田中バイト行ってら。そうだろうね。あ、新入か、もう就活ではないか、新入社員か。なんかスーツ着こなしてない感じが可愛い。お、来た。これ新しいやつ？これが新しい方？のんちゃんのは何それ？いただきます。キャラメルフラペチーノ、これが新しいシーズン。あ、これうまい。アーモンド、アーモンドうまい。あ、これうまいわ、当たりだわ。飲んでみる。おいしいよ、アーモンド。美味しいね、これ。ちなみに言うと、これが、ラーメン二郎一杯とこれ一杯同じカロリーだって噂だね。マヨネーズいらっしゃい。なんか、この店ちっちゃい。ん？本当だ。え、なんでこんな小さいの？これ通る？だよね。なんでこんな小さいの？通るより下のあんの？それ間違えたんじゃないの？通るって言った？これが通る。通るが一番小さいでしょ。ショート、ショートっていうのがあるの？それは初めて見た。ショートってあるんだ、こんなのあんの。俺通るより下あるの初めて知ったんだけど。コメビが仕事してない、持って。コメントビュアーが仕事してない。どうだ、お店によって違うの？そんなことない。そんなことないんじゃない。あれ、コメビュアーが仕事しない。あるんだ、ショートってあるんだ、知らなかったわ。花火屋、うわー、ファンタスティック、ありがとうございます。ありがとう、中田さん、ありがとうございます。ファンタスティック花火ありがとう、ありがとうございます。花火10発ありがとう。てか米火これどうしたらいいんだろうな。ありがとう。見えないね。見えないよね。どうすっかな、こうしようかな。田中さんのおかげだね。映像かっけえ。そう、ありがとうございます。中田さん、ありがとうございます。中田さん、ありがとう。うん、 KP、 これうまいよ。のんちゃんキャラメルが好きなんだ。のんちゃんは運動しやすすぎるから健康のために歩かせたいのよ。いや本当にね、あんな生活してたら死ぬよ本当に。のんちゃんダメだよ。いや恥ずかしいとかないから、みんなでマンスリー1位になろうぜ。恥ずかしいとかないから、バーガーも風船も全部いただくから、じゃんじゃんアイテムください。のんちゃんをコーディネートするわけやりたいな、俺好みの服に。いい、そう、うつは太陽に当たった方がいいし、運動がやっぱね、のんちゃん足痛いのは分かるんだけど、運動しないともう
ダメだよ、寝てるだけだから。ブヨブヨになった。うん、ブクブクブヨブヨ。ねえ、絶対面白いよね。俺好みのノリコを作るっていうファッションで。ノリコをパンクスにしようか。パンクファッションしようか、ノリコ。でも痩せないと入らない。パンクスは細くないとね。コスパかかるんだ。5月は自転車税、消費者税。でも捨て子の時に着てた服かっこよかったけど。ていうかあれだな、右の足首が治んねえ、なかなか。ありがとう、めぐしさん、バカありがとう。うん、11号ってなんですか、台風。あ、これ台風なのかな。雨降る、雨降んの。うん、仕事終わりじゃない、もう今から帰宅ラッシュでしょ。仕事終わりだと思う。うん、11号って何。天気悪いんだ。あれあれ、アイランドタワーってもう一個、あ、これか。これがね、ニュースキンっていうね、ネットワークビジネスあんだよね、ニュースキン。何回か行ったことある。新宿結構ネットワークビジネスいっぱいあんだよ。でっかいビル。あ、服のサイズか。のんちゃん何号だ、もともと。7号。7号？ガリッガリじゃん。ネットワークビジネスはネズミ講と全然違うよ。ネズミ講じゃないよ。ネットワークビジネスはネズミ講じゃない。ていうか、ノリコなんかドストライク世代でしょ。流行った世代でしょ。アムウェイとか。誘われたでしょ。誘われた。誰に誘われた？学校の時の友達。しかもあんま仲良くない。仲良くないのに誘われたの。なんか布団買えとか言うやつ。布団、うん、え、アムウェイって布団も出してんの。アムウェイじゃなくて、なんか他のやつ。はいはいはい、30万のやつでしょ。わかんないけど、布団何だったっけな、名前。羽毛布団なんか違う、マットレスみたいな。下の方にシロップ溜まっちゃってるな。俺だったらダウンライン絶対誘わないけどね、仲間。化粧品？なんかあれだよね、下着とかいっぱいあるよね、補正下着とか。
新興宗教は誘われたことないな俺は。でもなんかね、創価学会のね、うん、なんかお経聞きに行ったことがある。創価学会の、座敷みたいなところにいっぱい人がいて、みんなで何百歩歩いてきゃ。嘘ね、でっかい声で。そう、それロックだね、うん、大使思い出すわ。南無妙法蓮華経って言って、つって、うん、あ、何ホールみたいなところでバンバン叫ぶんだ。そう、南無妙法蓮華経ってすげえな。カルトだね、カルト。思ってやっぱ両手ふさっていうかね、最近外配信やってないからカメラワークが下手になってる。ありがとう。一緒に行くのになんかお店じゃないけど、なんか1000円か2000円持ってかなきゃいけない。へえ。いや近いもん、西新宿5丁目俺は、うん、あ、お題目でナチュラルハイを狙うんだ。新しいね、あれは。だからロックのコンサートみたいなもんなんだ。南無妙法蓮華経で、ナチュラルハイになるって、うん、俺行ってみてえなそれ。それちょっとかっこいいじゃん。でも面白そうだな。みたいなの持ってんだよね。買わされんの多分。まあ宗教儲かるっつうもんな。和道教始めるか。和道教もなんか神棚作ろう。神棚、仏壇売ろう。仏壇じゃなくて神棚。神棚、そう、超かっこいい神棚。シルバーで神棚作るか。でリスナーに売るか、300万ぐらいで。創価の仏壇、扉が電動式なんだって。すごい。あ、そうなんだ。大変だね。てか人多いな。時間帯ミスったな。いいよね、中津さんね。仲いいよ。ビッグボールさんいらっしゃい。本当に喧嘩しないよね、俺ら。喧嘩しないっつうか、ほとんど喋んないけど。うん。日常会話ほとんどないもんね。ゼロだよね。福生って何？福生ってなんだろう。バカありがとう。帰宅ラッシュだから人がすごいね。なるべく最後尾歩かないと人が映っちゃうから。フッサ？フッサってどこだろう。フッサって立川の方。夕飯何にする？だってお腹減ってないよね。みんな知らないかもしれないけど、付き合ってからのんちゃんってイメージでしょ。もうだって俺のんちゃんコメントでずっともう3年ぐらいやり取りしてるもんね。だから俺からするとなんだろう、もうあやとかも知ってるんだけど、さっきコメント書いてくれた古いリスナーさんはもうずっとコメント欄で見てるんだよ。だからなんつうの、コメントで、だからなんつうんだろう、コメントで有名になってくんじゃん。
ある程度自分の枠みたいな、お気に入りの枠決まると、え、あいつと付き合ったのみたいな感じよ古いリスナーさんからするとね。当時は飲んだんだよ、フィリップだけど、まこしょ、これ飲んでから。もともとフィリップって名前で、で俺がノンタンに改名、俺がコテハンつけるわけやってたの。リスナーさんにコテハンプレゼントする枠っていう。で俺がノンちゃんが私も欲しいって言ったからノンタンにした。ちょっと待って。なんかセンスないコテハンのやつとかいるじゃん。まあロハコさんもそんな感じだよね。ロハコさんもずっとコメント書いてて、いきなり暗黒にデビューして大ブレイクしたから、え、あのロハコさんみたいな。そうです、僕がロハコですっつってたから衝撃、あれ画面で見た時衝撃的だったもん。僕マドリさん、僕はマドリスナーですから、お前か。だからロハコさんも会ったことはなかったんだけど、ずっともうコメントでやり取りしてた。駅前着いたよ、新宿駅前。さてと、メガネ屋行くにはどうしたらいいんだ。もうスタバはしごする。いいよ。次何味、野田総理の放送じゃなくない、緑さんじゃなかったっけ。野田総理の家に霊が出るっていうのが噂になって、で霊能力者を募集して、そしたらコメント欄でロハコさんが霊能、僕は霊能力ありますって言って除霊をするっていう枠じゃなかったかな。でその後テクサに就職するってなって、テクサだ、テクサ思い出した。じゃあ野田じゃない、テクサがバイトを募集してて、で誰かのバックれたんだよ、誰かがテクサの入社に。で僕が働きますって言って、あのロハコさん来たんだ。でその後、その当時野田総理が家に霊が出るって話題になってて、僕が除霊するって言ったんだ。そういう流れだ。でもう緑さんがお気に入りで、もうヘビーローテーションしてたんだよ。ことあるごとにロハコさんを使ってたの。確かそんな感じだよね。のんちゃんは俺がいないと生きていけないんだ。すごい並んでるな。何これ、めちゃめちゃ並んでるわ。何これ、え、お茶でこんなに並んでんの、すごいね。お茶で大行列だよ、大行列、半端ねえな。そう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 、それそれ、もうのだ、それ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 、あれを除霊する役だったの。でその後ヌマップでって言ってこうレギュラー化していくんだよね。みんなさ、外配信この絵面じゃなくてこれで見ると分かりやすいよ。こうやって配信やってんだよ。異常でしょ、パソコン持ってこうやって見るの、こうやって見るとさ目立つの分かるでしょ。リュック背負ってこうやってパソコンに向かって喋ってんだよ。そりゃ声かけられるわね。そう、スマホの方が目立たないけど、俺はもうこれ慣れてるね。もう目立ってもいいよ。
逆にいいんだよ、もう何かやってるっていうのが伝わったら映り込まないから、一般の人。これはもうこのニコ生からのスタイルを継承してるからね。こっちの方が楽。なんかテレビの撮影かなんかだと思われることが多かったね、昔は。なんか何やってるんですかって言われてた。でももう最近はね、あのキャスですかとかニコ生とかふわっちとか言われるね。だんだん有名になってきたよ。人多いな新宿は。パソコンは絶対落とさないね。意図的にぶつかってこない限りね、絶対ぶあんない。カメラワークとかもすごいあれだよ、人が映らないようにこうやってやったりとかしてんだよ。なるべく端っこ歩いたりとか。手疲れるよ、めちゃめちゃ重たいよ。でももう慣れだね、これは慣れ。昔のパソコンの方が倍ぐらい重たかったからさらに大変だったもん。もう慣れたね。そうじゃない、新宿か池袋か。最近ね、新宿がね、若い人が戻ってきたんだよね。映画館ができて、昔は歌舞伎町とか人来なかったんだけど、最近いい感じだよ。いや、パソコンこれだいぶ一番軽いやつだよ、レッツノートの中で。それでも重い。ああ、まあまあ全然いたろうね、ライブハウス。 MTR って言うんだけど、こんなパソコンよりも全然重たかったよ。俺も MTR 持って歩いてたよ。 MTR だっけな、あれ。ゴジラは泣くよ。今ゴジラ見えてるよ。あのビルの隙間にゴジラいるの分かる？分かんねえかな。ゴジラ分かる？今電車通ってる上にいんの。解像度的に無理かな、ちょっと難しいかな。ゴジラ見えてる？ど真ん中、ど真ん中にいるの。 MTR だよね。 MTR コルグの16万ぐらいするやつ持ってた。多分分かんないでしょ、ゴジラ。いや、見えてるんだけど認識ができないんだと思う。あ、分かる。だってこんなに人いるんだよ。画像拡大したら分からない。スマホだと分かんないね。肉眼と見え方が違うから。広角レンズって言って、画角が広いの。横に広がってるの、簡単に言うと。だからね、配信者って意外とそんな太ってないんだよ。カメラが歪んでるのね。魚眼レンズみたいな感じ。だから横幅が広く見えてる。ゴジラは夕方何時に泣くんだっけな。音楽が流れるんだよ、歌舞伎町で。てっ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 てで、ゴジラが吠えるの。ギャーって帽子かぶってくれよかったな。髪の毛切ろうかな、1000円カットで。どう思う？1000円カットで髪切ってこようかな。どうしよう。あれ1000円カットでしょ、多分。髪切ろうかな。そっち側が、こっち側が歌舞伎町。向こうら辺がね。あの辺が歌舞伎。切る？のんちゃん枠頼める？どうやって？いや、10分間喋ってるわけ。
ね、せっかくだから、あ、っていうかメガネ出して30分ぐらい待つから、その間に切ればいいのか。とりあえずメガネ屋行こう。で、カラーマニパニにすればいいしね。カットあるか、切っちゃおう、めんどくせえ。今の長さいいかな。いや俺ね、髪長いとうっざいんだよね。あとデコッパケだからなんか隠してるみたいで嫌なんだよね。おでこは出したいんだよね。いや俺はね、もうすぐ伸びたらもううざくてうざくてしょうがない。すごいね、げんなりするよね。楽しいねえ。病気でね、外出れない人とかもいるんだよ、リスナーさんで。だからね、たまに DM 来るよ、外配信ありがとうって。もうしばらく病院から外出てないとかさ、いろんな人がいるから。やべえな、人多すぎんな。あー、パニック起こそう。人多いの本当苦手だわ。保守も左翼もやってるよ。新宿だね、今アルタ前。よくね、あそこで深夜庁とかがやってるから、あそこ見たことあるでしょ。あの植木があるでしょ、フェンスがあって植木があるでしょ。あそこでいつも深夜庁とかが リアトツマツとかやってるね。あそこは有名だよね。あと金梅さんがあそこにあるライオンの銅像に乗っかって、僕をツイッターで拡散してくださいってやる。僕を写メで撮ってツイッターで拡散してくださいってやる。あ、売ってる売ってる、まだやってるよ。帰りにメロン。デートっつうか、俺がね、のりこを引っ張り出してきたの。のんちゃんは行きたくなかった。そしたらのんちゃんが頼んだ。俺あそこのメガネ屋行って、メガネ測ってくるから、なんかカフェかなんかで、あそこでなんか待ってる。ジュース頼んで。何、クレープがいい？ジュースがいい？え？でもここなんか頼まないとダメなんじゃないの？この辺で待ってる。この辺で。じゃあのんちゃん頼んだよ。気にしなくていいよ。みんなのコメント拾ってて。これ見ててよ、バッグとパソコン。じゃあ俺このメガネ直してくるわ。このメガネに色つけてレンズ交換してきます。お留守番してまーす。じゃあみんなのんちゃんのこと頼むね。のんちゃん頼んだよ。あー、バケ暑い。そのフルーツ
松屋果実園が高野だったかな、高野かな、今日暑いです。田中さん、お留守番中です。メガネ屋さんに、荷物をいっぱい、荷物がいっぱいあるから、ちょっと荷物をお留守番、荷物と一緒にお留守番、そう、今新宿にいます。ゆめすけさん、こんにちは。心ピリカちゃん、このの荷物の留守番です。荷物と留守番、そう、メガネ屋さん結構時間かかる。暑い、やばい、汗やばい。ランポさん、ありがとう。そう、留守番で大変。福前さん、こんにちは。うわー、ネズミ、からネズミが、ネズミがちょろちょろする。ネズミ怖いよ。多分なんかこの大きい像の下がネズミの家になってる。あ、撮れない、カメラが。このそう、触ったら見えなくなっちゃったね、怖いよ。ちょっと動かしたら見えてる、大丈夫、こっちが見えてなくなっちゃった、どうしよう、大丈夫、じゃあ大丈夫だ。ネズミの家を、こっ
今日ネズミの家、ネズミの家がこれ、ネズミの家。あ、大丈夫、花火。あ、ゆうさん花火ありがとう。ワドさんは、今メガネ屋さんに行ってメガネの胴合わせに行きました。ちょっと新しい、あ、そう、外に出れてよかったそう、連れ出されました。えれこっちゃ、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 花火です。花火ありゆうさんありがとう。えれこっちゃ、えれこっちゃ、えれこっちゃ。こんにちは。出るときに少し散歩は気晴らしになってよい。そう、なんかやっと外に出れた。エンビちゃんかわいい、ありがとう。ビフォーデズマスターこんにちは。ワドツー、あ、バーガーありがとう。テリアさん、外はでもなんだかんだ毎日出てますよ。ちょっとだけコンビニ行くぐらい。外に出るようになった時はせっかくの機会なんだからなるべくいいよって言ってあげてください。大好きな和田さんのためにも。ランポさん分かりました、頑張って出ます、出るようにします。頑張って外配信。心振り方ありがとう。ハートいっぱいありがとうございます。そうか、太陽に当たった方がいいのか。でもちょっと夕方になっちゃいましたけど。ハートありがとうございます。今お留守番中です。今来た人、今和道さんメガネ作りに行っちゃってるんでお留守番中です。外暑いですよ、今日は。まるちゃんこんにちは。今日は暑い。洋服ね、でもなんかもうちょっと痩せないとサイズが入らない。可愛い服のサイズが入らない。こういうことはどうつ、メガネの後は、なんだろうな、あ、メガネの後はカットです。1000円カットに行きます。ありがとう。ゆうさんとつぶり、あ、とつぶりか、ありがとう。こんにちは。とりあえず外出たくなる服、あ、そうか、外に出たくなる服から決めれたら外に出たくなるかもしれないんだ。そうか、
ワンピースね。お店の樽かな。ネズミの家まで移動しないといけない。怖いぜ。怖いよ、ネズミの家まで移動しないと。あ、そうか、体型は服に合わせないと体が甘えるか。やっぱりじゃあもうちょっと痩せて似合う服を選ぼう。じゃあもうちょっと、またあと一回りぐらい痩せないと。今新宿です。新宿の、東口の方です。の靴を歩くと外出したくなるから和道さんにプレゼントしてもらい、あ、靴もいいよね。そう、靴ね、もう歩きづらい靴ばっかりでね、なかなかね、痩せないとね、やっぱりね、そう、服がなくなっちゃったんですよ、太りすぎて。着れる服がなくなっちゃいました、とうとう。大変だな。あー、メガネ時間かかる。虫が来るし。しかも昨日の。体勢も。7号は痩せすぎかな。そうかな。あ、メガネはもうね、決まってて、メガネのレンズのなんか度を測りに行って、でなんかレンズを交換してもらうとか言ってたから、だからなんだろう、メガネ検査してんのかな、こういうのなんて言うんだろう、視力検査。あ、でも7号でも、イエーイ、フリスクさん、イエーイ。あ、でも背が低いから7号で全然普通ぐらい。今9号じゃないと入らなくなっちゃって、ふうふう、虫が、虫虫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 顔は。この辺は帯状疱疹でちょっとごわついてる感じです。でも帯状疱疹ももう治ったんで、もうすぐ綺麗になると思います。かわいい、ありがとう。光るんとこは予定に入ってないのね。あ、光るくんのところ、光るくんのところは、あ、携帯持ってきてないからな。光るくんのお店にいてみたい。ヒアルロン酸も入れてないですよ、特に。お肌に気をつけて、気をつけます。
もあるし、外食の時もあるし、コンビニの時もあるし、さまざま、いろいろです。年齢肌、20代年齢肌、それは言い過ぎだ。お料理は頑張って、作るときは頑張って作ります。あ、シバさん、和道さんは今、メガネを、メガネの、レンズを替えに、入れ替えに行きました。丸メガネがいいって言ってて、前の丸メガネの、レンズを変えに行きました。やっぱ丸メガネが気に入ってるみたいで、なんか丸メガネのなんかあと 色を変えるのかな。で、丸メガネの和道さんは今32です。丸さん、アンクロさんはどつ、クマさんはどつ、ミコさんこんばんは、クマさんそうです、彼女さんです。そう、丸いのが気に入ってるんだって。和道メガネ、そう、和道メガネに行ってます。レンズ何色にするのかな、まだ聞いてない。おそら今日はなんかあったかくも寒くもない感じで、ちょっと暑いぐらいでもちょうどいい。席は入れないです。結構かっこいいけど、浜蔵さん席は入れないですよ。DV されてないです。アラスさんはどつです。サッタ卵さん DV されてないですよ。あ、そうそうそう、いっぱいハートありがとうございます。ソースさん、エレクッチャエレクッチャエレクッチャ、ワドさん今が、あ、でほ、リホデスマスさん今メガネ、ワドさんはメガネ屋さんに行ってます。くっきり歌え、でもちょっと晴れぼったいのです、いつも大体。あ、電車の中は暑いですよね、人がいっぱいいるところは暑いです。さやさんこんばんは、おばさんですよ。そう、良くなって良かった。結構去年までなんかゴワゴワだったんだけど、さやさんはじめまして、のっちゃんです。欲しいとかないですか。私はヘラな、ヘラなので家庭を持つのが不安です。あ、子宮がないので子供ができないです。のんちゃん、あ、アンコロさん、アイドルありがとう。私も体重欲しいにあって、なんかね、痛かった、すごい痛くて痛くて痛かゆい。
自分もヘラちゃんでね、家庭を持つのは不安で、やっぱりそう友蔵さんと一緒で家庭を持つな。さつきさん、はじめまして。ピーカさん、勇気を湧いてくる、ありがとう。髪型、これは和藤さんが切ってくれました。じゃあ犬は今度、どうすればいいのかな。犬はツイッターかな。犬はツイッターに載せます。そう、マルさん、和藤さんに切ってもらいました。ちゃんと綺麗にね、なんか跳ねないで切れたんだよね。すごい、跳ねないの、全然起きても跳ねない。そう、綺麗に切れました。あー、友蔵さん、そうか、休暇機能しているが不確かじゃない。ヨークシャーとフォックステリア。あ、フォックステリアすごい可愛いよね。色がなんか可愛い。ミタイロックさん、こんにちは。そう、美容、そう、美容台が浮いて、これ神谷さん、これ良かったな、やったーと思って、病院台浮いたと思って。国家、国家2匹、かわいい。うちは雑種です。アテリアさん、ありがとう、似合ってる。私は、なんだろうな、まだ来ないな。和藤さん、まだ戻ってこない、長いよ。中型犬です。こちら中型犬、中型犬の室内飼いです。なんだろうな、施設、動物、里親募集。そう、里親募集のサイトで応募して、犬をもらいました。あ、ヤバゾウさん、付箋にこ、ありがとう。ヤバゾウさん、ヤバゾウさん、こんにちは。だんだん頭が下に。あと猫も部屋に、猫と犬がいます。
メンテさん、バーガーありがとうございます。ビリーさん、こんにちは。そう、猫も、あ、猫はあと2匹いたんだ、そうそうそう猫2匹と犬1匹、部屋にいます。それも野良猫ちゃんだったやつで、子猫ちゃんの時に拾った猫が2匹。ありがとうございます。応援ありがとうございます。応援してくれる人ありがとう。あー、メガネどこだ、メガネ。うー、疲れたよ。疲れたよ。もう疲れたよ。どれぐらい待ってるかな。10分。お留守番大変。20分ぐらいかな。20、30分。あー、どうしよう、もう疲れた。30分ぐらい経つ気がする。まだ帰ってこないかな。早く帰ってこないかな。隠れてようか、もう。お留守番大変だ。最近もうお留守番枠が多くて大変。どっか行っちゃおうかでもこの荷物が5キロ以上あるから、このリュックが、このリュックが重いから、これを持っていくのは大変。これを持って外配信しないといけない。そう、米背負ってるぐらいすごい重い。5キロ、5キロ以上。ああ。足がしびれてきたし、なんか暗くなってきた。人もいっぱいいるし、足しびれて、足しびれた。足がしびれた。寒くないよ、今日は あったかいです。このリュックはバッテリーが入ってます。5キロのバッテリーが。
荷物隠しとこうか荷物がなくなった。マジで盗まれたらやばいもんねあーもう熱い。これバッテリー疲れた。和道さんメガネ屋さんに行っちゃって丸メガネのレンズを交換しに行きました。伸ばそう、足伸ばそう。ないけどね、和藤さんがまだ戻ってこない。メガネのレンズの交換しに行ったきりまだ帰ってこないから疲れた。そこの体勢も辛い。だん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 こうなってきて、もうダメだ、座っちゃう、座っちゃったよもう。いやー疲れる。30分ぐらい戻ってこない。違和感なし。荷物を守るぞ、荷物を守るぞ。これで40過ぎてそんなことしてなんか読めない、ごめんね。恥ずかしくないです。アグリちゃんこんばんは。ちょっとだけ寒くなってきたかもしれないけど大丈夫。
長袖だからね。今日もだけど。だんだんそうカメラが下がってきて疲れて、もうだん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 座って、結構最終的には座っちゃってる。でも周りがね、電気で綺麗になってきた。だんだん照明が綺麗。言わないの。サガットステージみたいになって体育座りしてんの。そう、疲れちゃったね。疲れちゃった、足痛かった。体育座り。お待たせ、何分ぐらい待ってた。30分ぐらい。ありがとうね。10日くらいかかるって、はい、みんなタイマー、でこのメガネちょっとずれんの、よくずれてたけど直してもらった、帰ってきたよ。おすごい、閲覧1150もキープしてたの、すごいね。頑張った。すごいね、のんちゃんは。あれ、なんか LINE が来てんだ。はい、タイマー。ルイ・ヴィトンにスカウトされたの。されてないよ。何ルイ・ヴィトンにスカウトって。スカウトされてないから。のんちゃん、ルイ・ヴィトンにスカウトされたの。うん。何それ。よっしゃ、髪切ろうかな。どうする、何したい。切ってくればって。のんちゃん頑張ってお留守番してた。のんちゃん地べたに体育座りしてたから、引きで見たら面白かった。タバコ吸おうか、喫煙所行く。あともう少しでルイ・ヴィトンにスカウトされそうだったんだ。でもあそこにあるのルイ・ヴィトンじゃなくてグッチだけどね。お笑いライブやります、どうぞ。よし、お笑いライブまた。のんちゃんいい子だ。服なんか欲しい。のりこの服買う枠やる。会いたいとかはあんま言わない。のりこの服買う。何が欲しい。何がいいかな。先月頑張ったからいいよ、買ってあげるよ。また来る。はいはい。何がいいかな。外ズボンがいいかな。ズボンがいい。ズボン欲しい。どんなのがいい。リーバイスお揃いにする。揃いはちょっと高すぎる。普通のリーバイスにして。普通のリーバイス、501欲しいの。渋っ。また取りに来なきゃいけない。いや、すぐもらえるんじゃないの。分かんないけど。え、こっちにもグッズできたんだ。あ、風船ありがとう、アイテムありがとう。タバコ吸おう、とりあえず。うん、
ブラックデニム、リーバイスの。ボタンのやつがいいじゃん、リーバイスの501 ってボタンタイプなんかあるっけ。ボタンじゃなかった501。501ってボタンだっけ。501にもいろんな型があるんだ、古いやつとか。路上喫煙はできないよ。こんな人がいるところで路上喫煙できるわけないじゃん。こんなところで子供の目に当たったら死ぬぜ。こんだけいるんだよ人が。こんなにいるんだよ、無理だよ。俺のはレプリカじゃないよ。あ、皆さんもしよかったら花火お願いします。アイテムお願いします。髪の毛俺は切りたい。モンさん何位だろうね。渡ろう、のんちゃん。のんちゃん、渡るよ。花火はね、あ、花火じゃない、罰金2000円だね。路上喫煙は罰金2000円。地元新宿じゃないよ、地元成田だよ。住んでるところが新宿なだけで、地元は俺成田だよ。タバコ持ってきたの？うん、忘れた。俺の巣？おー、桜花火ありがとう。ありがとうございます、そこめさん。あ、ゴーマリッチとボタンフライだけなんだ、知らなかった。我是半夜的。人多いよ。だって確か新宿ってあの世界で3本指に入るあの交通量じゃなかったっけ。電車の駅の乗り降りが1日4000万人とかじゃなかった。そう、世界有数なんじゃなかったっけ。誰かあの総数調べられる人いる。確かね、新宿って世界でトップのその乗り降りなんだよね。ベスト10日本が占めてんだ、すげえな。世界のトップの乗車率ベスト10全部日本なんだって。新宿何位の？世界トップだって。新宿世界で一番乗り降りが多い。すごいね、ありがとう教えてくれて。東京駅より、東京駅より多いでしょ。だってハブになってるじゃん全部の。
か西東京からなんか1日347万人俺が読んだのは3000って書いてあったよ。あれ月間なのかな。3000万人だか4000万人って見たんだよねデータを。何のデータだったんだろう。多分月間か。俺は新宿苦手。はい、丸さんいらっしゃい。ありがとう。花火ありがとう、匿名さん。ありがとうございます。住みたい場所、行ったことあるところでは四国のね、松山だっけな、どこだっけな、駅がすごい綺麗なところ、高松だっけ、松山だっけ、ありがとうテリア、ありがとうございます、ありがとう。みんなありがとう。髪切る？のりこ、のりこ普段頑張ってるから何か買ってあげよう、のりこに。なんで手触れてんの？人が多いから。ちょっと騒いで。人が多くてのりこの手が震えてるんだけど。のりこの手がずっと震えてる。余計震えちゃう。え？写して余計手が震える。緊張しちゃう。メンヘラあるある。人が怖い。人多すぎだよね。田中ずっと2時間近く花火お願いしますお前バイト行ったんじゃねえのかっていう田中さんバイト行ったんじゃないの、大丈夫、バイト中にそれやってんの、みんな隠してるだけだ3万円まで行くのやめようと思ってた。人が多いと手が震える。パニック起こす。ありがとうございます。ありがとう、花火ちゃん。のんちゃん、花火もらったよ。ああ、花火、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ。えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ。ありがとう、中田さん、ありがとう。えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ。あ、メロン食べる？え？フルーツなんか食べるところ見たいっつって。なんでこいつだ。なんか食べるフルーツ、うん。ありがとう。あ、イエスさんありがとう。イエスさんがくれたよ、のんちゃん頑張ってたから。えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ。ありがとう。
のんちゃん、なんかイチゴとか食べる？メロンとか食べたいのある？イチゴ好きだもんね。のんちゃんイチゴ好きだもんね。どっちがいい？どっちがいい？どっちも俺はいらん。イチゴにすればとちおとめって美味しそうだよ。ありがとう夢いすけさん。イチゴ。花火くれたよ。夢いすけさんが花火くれたよ。のんちゃん。あ、えらこっちゃ、えらこっちゃ、えらこっちゃ。すいません。はい。イチゴください。イチゴどうぞ。はい。あ、セルフなんだ。のんちゃん食べよう、向こう行こう。これ人映っちゃうから。ありがとう夢いすけさん。イチゴゲット。美味しいかなそれ。美味しそう。イチゴいただきます。うまい、うん、美味しいの。ちょっとちょうだい。あ、酸っぱい。美味しいね。ありがとうございます。みんなありがとう。ここね、あの新宿の駅前にあるんですよ。新宿駅降りたとこ、歌舞伎町の入り口あたりにあるんですよ。歌舞伎町の入り口あたりに。あのこういうね、こういう仲間いた。仲間？あれ、サダじゃん？あれ、サダじゃん？あの大きさ。サダがいるじゃん。サダだよ、サダ。あんなでかいのサダしかいないでしょ。すげえ、サダがいたよ。サダがいた。超でけえ。キャスバーにいたんだ。サダが歩いてるよ。てか、信号無視してんだけど、サダ。サダが信号無視してるよ。サダが。いや、さっきまでいたんだ。いや、もう頭2つ分ぐらいでかかったからすぐ分かった。行ってくる。うん、行ってやりたい。もうそこにいた。信号無視してた。いや、だって頭2つ分ぐらいでかいんだもん。うん、新宿行きたい。いや、観光するならいいけど住むなら微妙だよ。ありがとう、風船ありがとう。言うわ、のんちゃんが仲間がいるぞっつって配信やってたから。あんなでかいのサダしかいない。ワンワンもいんの。ワンワン襲撃しに行こうよ。あ、さっきの口で。どこにいんの？ワンワンいんの？どっかに。ワンワンどこいんの？キャスバーにいんの？ワンワンまだ。ノリコ VS ワンワン見る。ノリコ VS ワンワン。どこにいんだろう。CD 買いに行くんだ。ディスクユニオンか。今放送やってないんだ。俺身長170ぐらい、うん、のんちゃんがいくつだっけ。153か。15センチ差があるでしょ。ほらのんちゃんがチビ。キャスバー行ってみる。キャスバー行ってみる。リーバイスは？リーバイス欲しいの？リーバイスショップ配信回していけねえかな。どうしよう。のんちゃんチビだよ、ほら。どうしようかな。リーバイス後でよくない？ワンワンのところ行こうぜ。キャスバーいないのかな、もう。いないって。もういないかな。じゃあどうしよう、プラプラしようか。ねえ、猫背直しなんねん。のりこのリーバイスを買えだって。ワンワンなんかどうでもいいって。みんながのりこにリーバイス買って、クソバレたか。
バレたか。リーバイス高いんだぞお前ら。分かったよ、バレたか。くそ。ママキャスバーにいる？じゃあキャスバー行こう。ワンワンとから見たい？じゃあ行こうか。よし、ワンワンの方に行こう。リーバイスより、リーバイスよりワンワンだから。あーやだやだ、ワンワンやだ。いいじゃん、せっかく東京から来てんだから。キャスバーで一杯飲もうよ。のんちゃんにあれ買ってあげようか。やだーセーラー服の下着買ってあげようよ。あれ、あれのりこに着せよう。あれ、あー、ワンワン面白いでしょ。あいつが俺とずっと競い合ってたライバルだったの、ニコ生の時。ワンワンと俺がずっと罵り合って晩祭りをずっとやってたの。あいつは伸びると思ったもん。早く行こうよ、やだよ。え、何やだよ。何今から行くよ。やだ、だってリーバイス高いんだもん。リーバイス欲しいの？分かったよ、じゃあリーバイス買ってあげることにするわ。リーバイス買ってあげるわ。のんちゃんが欲しいってリーバイス。お揃い。東京来たらあれはやばい。いや、ていうかもともと東京に住んでたんだよ。あれ、ワンマンが働いた風俗めくったののんちゃんだったっけ。ん、誰だったっけ、ワンマンが働いてた風俗めくったの。そう、うちのリスナーがもうワンマンとディス合戦して、ワンマンが働いてる風俗の写真とか全部俺の放送でペラって、で本人は否定して働いてない写真を貸しただけだとか言って、超面白かったよ昔。あとワンワンの水虫の写真とか全部俺がめくって、そう、501か502でレディースあるんじゃないの、わかんない。え、のんちゃん恵比寿履いてんの今日。のんちゃんはね、いいよ、隠さないで隠さないで。のんちゃん恵比寿です。のんちゃんそのタグのところ見せてよ。のんちゃん恵比寿かぶってる、かぶってる。手作り恵比寿です。いや、これ手作りだから。1000円で買ったアマゾンで1000円で買ったジーパンをのりこがリメイクしたんだよ。ジーンズメイトだよ。ジーンズメイトか。いくらで買ったジーパンだっけ。2800円だよ。それをのんちゃんが自分で縫ってあの恵比寿に変えたんだよ。え、これのりこの手作り恵比寿だから。マジだよ。のんちゃん恵比寿履いてんのいいねって言ったら作ったって言った。タグ見せてあげてよ、タグ。ちょっと待って、どっか止めらんないかな。だからタグのところにのりこがシール貼ってあるだけなの。そう、お疲れー。ちょっとベルトめくって、下に下げらんない、こうやって。ちょっとこれをこれ上げて、ここ。そうそうそう、だからほらよく見たら何かの上にシール貼ってあるだけでしょ、わかる。恵比寿のシール貼ってあるのわかる。で、これも雑に自分で縫ってる、ステッチしてんの自分で。わかる、みんな見える。パチモンのりこ手作り恵比寿だから。刺繍はうまいでしょ。刺繍うまいよね。ポケットのマークも自分で縫ったんで。刺繍うまいでしょ。刺繍した。なんで恵比寿を作ったの。なんで恵比寿にしたの。恵比寿、あの刺繍の恵比寿が欲しかったの。でもあれ4万ぐらいしない、高いよ。3万ぐらいでしょ。え、ない、買えないから自分で作ったの。そう。ウケるよね。俺自分で恵比寿作る、自分で恵比寿作るやつ初めて見たもん。, 笑うわ。
リーバイスショップで配信できないけど大丈夫？あの一回放送切ることになるけど大丈夫？じゃあのりこにリーバイス買ってあげるわ、プレゼントするわ。仕方ねえな、くそラジオも無理でしょ。なんかそれでさ迷惑かけてさ、なんかあの他の配信者が配信できなくなるのも嫌だし、マナーとルール守った方がいいじゃん。それでなんか配信全体が損するの嫌だから。リーバイスショップ向こうだ。リーバイスでいいの？うん、うん、え、だからこっちから。え、のりこはノンウォッシュで行くの？試着とか見たいよね、マリアンね。ごめんね、俺もなるべく映したいんだけど。じゃあここで一旦お別れかな。じゃあ皆さん、リーバイショップ着きました。ここで普段買い物してます、僕。リーバイ、あの、リーバイス東京で。ここで、じゃあ今からのんちゃんのリーバイス買ってあげます。うん。で、後でまたリーバイス買ったら戻ってくるから。うん、みんなありがとね。じゃあ、30分後ぐらいかな。お疲れ様でーす。行ってきまーす。はい、どうも、ワドツー。どうも、あれ？胸もんでキスしたって言ったから、やだ。え？はい、どうも、見えてますか？はい、ワド2、買ったよ、のんちゃんの。買いました。買った。で、俺ね、来月、あのね、多分ね、リーバイスもう一着501買うわ。USA のね、あの、ノンウォッシュのやつが出るって501。あの、リーバイス好きな人は買いですよ。来月。ノンウォッシュの、あの、501。のんちゃんはね、501のね、やつを買いました。こんばんは。のんちゃんもノンウォッシュだよね。のんちゃん攻めたから。やっぱね、のりこクラスになるとね、ファッションリーダーだからメンズを買ったから。ね、レディースじゃなくてメンズ選んだ。みんないらっしゃい。はい、ワード2。みーすけいらっしゃい。のんちゃん吐き込むんでしょ。のんちゃんも。硬いやつ選んだよ。明日も暑いんだ。あ、髪の毛切ろうかな。どうしよう。1000円カットで切ろうかな、俺。どうも。1000円カットになっちゃうよ、頭が。ほんとくそ。はい、ワドス。暑いね、やだね。ボーイズデニム流行ってるんだ。やっぱね、女性の方がね、お尻のラインとか綺麗に出るんだけど、のんちゃんはね、やっぱ和道と同じでね、硬いジーンズをね、自分色に染めたかったんだって。でもダボっとしてかっこよかったよね。和道さんと同じ硬いやつがいいって言って、のんちゃん。メンズの原稿出てる501だよ。お腹すいた、のんちゃん。お腹すかない。
腹空かない？別に帰っても卵サンドあるからな。なんだろう、あれドレス屋さんかな。ドレスって結構高いんだね。じゃあさっき俺がメガネ作ってる間何話したの？わかんない、忘れた忘れた。ゴルフ版してますタバコ吸う？ようこそいらっしゃい。ジュース飲むなんか。はい、エンビーいらっしゃい。終わりました。お疲れ様です。来月 USA 買えばよかったのに、赤身に。またやがった。言ってたの。来月俺も1本買う。赤耳デビュー。なんで赤耳の？自分で作ったんじゃん。え、ていうかその赤耳だけで売ってんの？自分で縫ったんすよ。これだから普通の生地の端の部分を使って、赤く塗って、普通にエビスも赤耳なの。そう。へえ。知らなかった。細かい。エビス赤耳なんだね。
リーバイスは恵比寿にしちゃえばいいじゃん。あれ？そう。それにステッチしちゃえばいい。もうわけわかんないよ。恵比寿って書いてある。あ、リーバイスって書いてある。そう。タグに。そう。なのにあのカモメ入ってる。でリーバイスショップ行っちゃう。怒られる。一般のメーカーどこが好きだったの？ノンさんは。リーバイス。よかったじゃん。何本持ってんのリーバイス？前はねガリガリだったから、ね、いっぱい持ってた。レイドウィン。レイドウィンちょっとやぼったくない？ボタッとしてる。好きな飲み物。メロンソーダ。メロンソーダ好きなんだ、うん、知らなかった。夏になるとやってくるメロンソーダ自動販売機。白いワンピースとか似合いそう。キャミソールとか似合いそうだけどね。T シャツいいんだよ、それ。いや、寝ましたよ。ぐっすり寝ました。最近はね、昼起きて夜放送やるっていうの、朝からね、やってやるのがいいな。向こうだね。寝てます、寝てます。全然じゃあお散歩終了しますか。家に向かいますか。てかさ、テルジャンビンの家にさ、セブンイレブン近くにあんのよ、うん、そこさ、レジのところに撮影禁止って書いてあって、絶対テルだろって思ったもん。
テルとパルとかでしょ、シュマジローとか。セブンイレブンのレジのところに手書きで撮影禁止って書いてあるの。くっそ笑ったんだけど俺一人で。これ絶対あいつだと思う。イオンでも怒られてたから、またお前かって状態だったんでしょう多分。またあいつ来たみたいな。間違いないっすね。テル個人に向けたメッセージだからあれ。撮影禁止。店の中での撮影はさ、どうかと思うけどさ、許可取らなかったら街中での撮影まで国が言うとか都が言うとか俺は許せねえけどな。公園とか公共の場所じゃんっていう。間違いないっすね。夜景が綺麗になってきたね。腹減ったな。そう、都がね規制するんだよ、東京都だけ。ただ公共の場所でね撮影を禁止するっていうのはね、俺はおかしいと思うよ。完全にそれ政治家が私的な利用をしてるよね。そんなの人権侵害でしょ。観光客多くなるのにさ、何なんだろうね。だってオリンピックに向けてそんなことやってどうすんのって思わない？あれね、でもね、ちょっとね、法的な解釈が微妙なんだよね。あれは、なんかその盗撮を規制するっていう風に書いてあるんだけど、どこまでがどうなるのかっていうのはちょっとわかんないよね。都の条例。ただね、厳密に言うとね、どうなんだろう。外配信を禁止するとか全然なんか先進国らしくないと思うけど、どうなんだろうね。外国とかだとどうなるんだろう。他の国の法律だと。うわ、人がすげえ。いやだよね、人多すぎだよね、新宿ね。詰め込みすぎだよ、いくらなんだろう。うわー、規制で縛っても国民が幸せになるならいいけど、なんだろう、その渡れない、渡れる渡れる、あ、大丈夫。その法律を作って意味があるのかなっていうのは思うけど、ね、なんだろうね。
一応今の現行の国の法律だと、故意にカメラのフォーカスを向けていないと風景の扱いになるのよ。例えばさ、観光スポットとかでさ、絶対さ他の人とかって映り込んじゃうじゃん。だからそれ緑さんが裁判で勝ってるし、弁護士さんの見解が合ってるのね。だからその明らかに焦点を当ててるかどうかが問題なの。だから映り込む分には問題ないっていうか、でも実際例えばさ、記念写真とか撮るとき修学旅行生が映り込んでたりするわけじゃん。だからそれは盗撮にはならない、該当しない。例えば今も下からカメラ映ってるでしょ。これから帰るよ。てかこれ信号関係ねえな、止まる必要なかった。そう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 、そういうのは明らかにあの盗撮じゃん。あの女の子被写体がだからここに向いてたら周りに映り込んじゃうのは盗撮に当たらない。カメラの焦点どこに向けてるかだよ。行こうか。アフターファイブのサラリーマンいっぱいいるね。ワードオフ？寿司。え？寿司。寿司食べたい？回らない寿司。パソコン持ってるよ。ほら、こうやって放送やってる。持ってる持ってる。画質でわかるでしょ。でもパソコンじゃないとコメント欄とか表示できないもん。持ってるよ。家じゃないね、物置だね。それは、うん、いや俺はね、定住型じゃない。ケバブ食べる？ケバブ食べたことある？はい。ケバブ食べようか。すいません、ケバブ2つで2個大盛りする？普通で、1つは普通で1つは大盛り。そうです、はい。
ソースは僕はガーリック、大盛りの方ガーリック。両方ガーリックで。はい。ここで食べていいですか。はい。あ、ありがとう、バーガーありがとう。ケバブ食べます。飲み物いる？うん、いらない。いらない？ケバブ。何ケバブだろう。お子さん。あ、ごめんなさい、大きいのしかない。ケバブ食べます。少々お待ちください。バーガーありがとう。バーガーいっぱいありがとう。はい、飲んだ。はい。わあ、ケバブ来た。安い。肉まんありがとう。こんにちは。ケバブ食べます。ケバブいただきます。ケバブいいよね。カレーケバブだ。カレー味じゃない？俺は肉大盛り。チキンのカレー味だね。カレーの風味が。カレーソース。ケバブ丼あんま好きじゃないな。俺はこのパンのやつが好き。パンっていうかこれなんていうんだろう。これの名前が分かんない。トルティーヤ。トルティーヤ。うん。トルティーヤって言うんだ。肉ぎっしりだよ。うまっ。
ケバブ国によって全然味違うな。うまい。カレーの鶏肉の。屋さんすごい増えたよね。バーガーありがとう。よもすけさんありがとう。アイテムアザース。いいよね。今日あったかい。ケバブ最高。ケバブ最高。ケバブの弁当600円、安い。入った。あれでしょ、この具の鶏肉の部分にご飯でしょ。米よりもトルティーヤの方が合うと思うんだよな。米も合うのかな。でも日本米じゃないでしょ、多分タイ米みたいなパサパサしたやつでしょ。ケバブは、いや、いろんな国であるらしいよ。ここはトルコかな。え、違うか。この国旗ってなんだっけ。イラン。この国旗なんだ。赤いのはトルコでしょ。赤いのがトルコ、上がイラン。いや、変えてないと思うよ。もう一つはインドだ。インドとトルコだ。中東が国によってなんか全然違うらしいよね。さあ行こう。ごちそうさまでーす。ごちそうさまでーす。どうも。美味しい。うまいね。セブンの中にケバブ屋があるの。そう。中東のソウルフード的な感じか。なんだろう、主食ではなさそうだよね。でもおやつっぽいよね、なんかホットドッグ的な。うん、まっ。うまいよね。ビーフケバブが好き。今日青だ、都庁。ほんとだ。うん。綺麗。変な色の時あるよね。ん？変な色の時。あるあるある。俺赤が好きなの。出るなよみたいな色的に。あるある。全然ある。青かっこいいな。青いいね。
単色の方がかっこいいよね。紫とかね、ピンクとかの日もあるんだよ。これ何が決まるんだろう。気まぐれじゃない。いやいや、だからそのタコスをおやつなのか主食なのかが分かんないじゃん。反目の了解。でもタコス結構お腹いっぱいになるよね。タコスね、うん、日本ってなんでああいうのないんだろうね。日本でいうとこおにぎりなのかな。あ、そっか、おにぎり。おにぎりもおやつなのか主食なのか微妙なところだから、いや、そういう存在なんだろうな。お弁当じゃない。そう、確かにおにぎりって主食おやつって言われると、うん、主食寄りの難しいところだよね。おやつなのかな、おにぎりは。お弁当、お弁当というか携帯フード。でもさ、俺さ、インド人がさ、もうずーっとカレー食ってるわけじゃん、日本人からすると。なんか、他の食い物をなぜ食わないんだって思わない？だってずーっと死ぬまでカレー食ってんだよ。びっくりするよ。いろいろあるんだよ、カレーだけ。いろいろあるけど、でもさ、やっぱり全部一緒じゃん、俺らからすると。あ、ていうか今日カレー食いてえな。お腹いっぱいだよ、もう。嘘。あ、ごめん、カレー NG ワードなんだ、ごめん。カングラナイズさん、ごめんね、カレー NG ワードなんです。インド人カレー、だから日本人が言うカレーって呼んでるものをずっと食べてる。てかカレー、日本人がカレーって呼んでるもの以外ないの、うん、要はスパイスと、そのなんつうの、スパイスで炒めて煮込んだものしかないの。炒めただけのもあるよ。あるけど調理法じゃん、要は。そう、スパイスでっていう、そのスパイスの調合の仕方で料理名が変わるみたいな。今ちょっと諸事情によってカレーは NG ワードなんですよ。しばらくの間もうカレーカレーってうるさいリスナーがいるんで、すいません、そこは察してください。カレーは NG ワードです。わー、綺麗綺麗綺麗、すごいね、すごい都庁が輝いてる。もうカレーコメントがうるさいんですよ。はい、初見さんいらっしゃい、フォローよろしく、うん、カリーはセーフだね。綺麗だね、今日のブルーいいね、うん、見に行こうぜ。お散歩楽しいでしょ、のんちゃん、うん、毎日30分ぐらいこうやって歩けばいいの、運動になるから。暇なんだから。うわー、すげー迫力、すごいね、上見つから綺麗だね。俺が世界で一番好きな建物、都庁。あそこに住みたいもん。ひどすぎない一人で。ひどすぎ。なんかさ、その都庁のさ、こうなんつうの、あのダンジョン感というか魔王が絶対いるっていう、うん、ラスボス感がすごいよね。いいな都庁は。青いいんさ。すごいよね、いいね都庁、綺麗に写ってるね。丹下三蔵が設計したんだ。その丹下三蔵建造が知らないけど、これ作った人はセンスめちゃめちゃあるね。センスの塊。この通りすごい好きなんだよな、西新宿って感じ、ギラギラでさ、綺麗だよね、ずーっと光ってんの。なんか都会って感じだよね。東京、あ、そっか、地方で東京来たことない人は面白いよね、こういう風景。
もう高層ビルが多分日本で一番こういうのが多いんじゃん。こう360度全部ほらビルビルビル、すごいよね。俺も田舎から初めて、なんか東京って感じがするのここじゃん。やっぱり地方の人が、俺もやっぱり成田から初めて東京来て一番なんか東京って感じがしたのは、お、玉子さんいらっしゃい。やっぱ西新宿だもんね。なんか東京っぽいっていうか、ネオ東京っていうの。これがリッツカールトン？これどこだ？これ高級ホテルね。京王プラザか。リッツはどこだ？都会だよね。ここがね、俺一番好きなの、新宿の一番好きなところここなんだよ。もう俺のリスナーは何回も聞かされてると思うんだけど、みんな見てて、俺ね、このね、新宿が特に、新宿嫌いなのよ。これ見ててよ、みんな。こうやって道路歩くじゃん、わかる？で、ここ道路歩いてるじゃん、みんな。こうやってここがね、俺一番ドキドキするんだけど、これね、こんなの、街の設計でこんなのあるって思うんだけど、普通にこうやって歩くじゃん。実は、ここ、2階なんですよ。意味がわかんなくない？ほら。わかる？今歩いてるここって、あのね、街が2階建てなの。これ意味わかんないでしょ？俺、未だにどうなってるのかわかんないんだけど、下のダンジョンがあるんだよ。で、のりこがいるでしょ。こうやってこうやってでっかい橋みたいになってんの。だからここ2階建てなのよ、これ全部。これ意味わかる人いる？なんか放送で見せてもよくわかんないんだけど、わかるかな。こう下があるっていうか、ほら俺ね、これ前なんで のんちゃんがいなくなると比較対象がなくなるんだよ。ほらすごくない？だからね、迷うんだよね。そう、なんつうんだろう、これがなんか錯覚を起こすというか。しかもさ、なんつうの、大江戸線とかさの駅のホームとかさ、地下道があるじゃん。さらに本当のこと言うと地下1階もあるから3階建て構造っていうの。地上が2階建てになってて、で、地下もあるからすごいよね。下に建物がないんだよ。道路の上に道路があるの。道路があるでしょ？道路の上に道路があるんだよ。ほら。だからね、伝えるのが難しいんだよね。こうやって見たら道路じゃん。道路じゃん。道路が何車線？ 4 車線これ。4車線あって、歩道があって、なぜか左に行くと、道路がある。わかる？意味がわからないと思うんだよね、これ。で、普通にさっき通ったホテルの入り口とかもあるのよ。言ってる意味わかる？だからね、これはね、そう、都庁もあるしね。これ都庁の前なんだけど、これ伝えるの難しいんだよね、映像で。そう、でっかい橋っていうかね、だどうやってこれ作ってんのかよくわかんないんだよね。住んでてよくわかんない。だから、なんか、アキラの世界っていうかさ、漫画のアキラが多分ね、ネオ東京っていう街じゃん。あれ多分新宿なんだよね。だから新宿住んでて、ここはすげえと思うね。あ、シーザーだ。シズラー。シズラーか。のんちゃん食べたよね、そこで。うん。高級ステーキ。難しい。初めて新宿行った時、南口から歌舞伎町まで、めっちゃ怒られた。ああ、それはね、めんどくさいと思う。ぐるーって回るから。
あ、そうなんだ。へえ。あ、だからその名残でなんか貯水がどうのこうのってあるんだ。しかもなんかここ丘になってるからこういう構造なんだよね、なんか。確か。昔は丘だったって聞いた。だから歪んだ地形だからこうなってるっていう。あそこら辺もかっこいいよね。あそこら辺も。なんかこの時間帯が多分一番綺麗だと思う。平日の夕方が新宿は見応えあると思う。なんかピッカピカの電気で。すごいよね。本当だよね。戦後焼け野原だったんだもんね。で、歌舞伎町なんか闇市だったわけですよ。だから新宿が発展したのはなんか都庁をここに持ってった時だっていうよね。それで新宿がハブになるっていう時代だったらしいよね。新宿はこの辺は東京の端っこだから闇市だったんだよ。あ、なるほどなるほど。公園が四角いのもその名残なんだ。あそこのロイヤルホストはね、ニュースキンの人がいっぱいやってるから、あそこのね、ロイヤルホスト行くと面白いんだよ。君成功したくないって、四方八方から成功っていう言葉が飛び交うの。あそこにロイヤルホストがあるの、あそこの一階、ここ。ここのロイヤルホスト行くとね、もう面白いよ。四方八方から成功っていうワードが飛んでくるの。あそこのロイヤルホストは多分日本で一番成功っていう言葉をね、聞ける場所だと思うよ。したくないわ、そんな成功なんて。お前らの言う成功、成功じゃねえわ。ここって何あんだろうと思うもんね。っていうか電波安定してるな、このレンタルのやつ。いや、いらないっす、そういうの。和動物とかいらないっす。いや、新宿やめた方がいいよ。こんな東京なんて住む場所はないよ。頭おかしくなるよ、こんなとこ住んだら。やっぱだってもう天井見てもさ、空がないんだもん。ほら、ビルビルビルで息が詰まるんだよ。あそこかっこいい。え、どこ？赤い電気のところ。赤い電気、あー、クラブかなんかじゃん。あ、成功者がパーティーしてんだよ。俗に言うカタカナで成功者。あー、桜のライトアップ綺麗。あれ綺麗だね。ヒルトンホテル綺麗なんだよね。紫にライトアップしてる桜を、ヒルトンが。いいね。綺麗だけど、眺めてれば綺麗なんだけど、こんなん住んでもおかしくなるよ。ありがとう、花火ありがとう。俺はね、全然おすすめしないよ、東京に住むの。あのね、西東京とかちょっと外れるんだったらいいけど、埼玉とか千葉とか住むのはやめた方がいい。人が多すぎるんだよ、どう考えても。新宿は大変だね。新宿はもうなんかすごいよね。こんなね、人がいっぱいいてね、頭おかしいやつとかね、やっぱすれるよ、うん、心がすさむよ。西新宿の高層ビルの定点速の写真集？へぇー、見たいな、哲さん。あれでしょ？街の風景が入れ替わっていくみたいなやつでしょ？ああいうのは面白いよね。いや、アキラだよ、アキラ、本当に。俺、石野とね、よくね、アキラだよね、この街って言ってた。家賃は高いっすよ。
だからテルとかさ、下手なさ、なんか一軒家とかよりもなんかタワーマンションとか住むのかなと思ってたからびっくりしたんだよね。一軒家選んだからね。うわー、いいっすね、いいっすね。高層ビルが全くない時代からの定点は暑いっすね。いやー、特殊な街だよね、ほんとに。新宿ってアメリカでいうところどこなんだろう。ニューヨーク違うか。え、でもニューヨークに一番近いの新宿じゃない？なんかニューヨーク行ったことないからわかんないけど。まあ、観光とか遊ぶにはいいけど、住む場所ではねえよな。だからあんな住宅街さ、自分の家のところなんかびっくりしたもん。いや、芸能人なんかいっぱいいますよ。和道とか、和道とか、そういうことでしょ。はあ、和道が住んでる町だって。もう畳1畳1万だね。よくよく考えたらバカバカしいよな。畳1畳に1万も払ってんだもんな俺。この前ローラいたでしょ。あとなんだっけ、なんか K1 ファイターとかいたり、なんかいっぱいいるよ。なんかイケメンの俳優とか。多分ね、ここのマンションに芸能人いっぱい住んでるんですよ。これ多分ね、これにいっぱい住んでると思う。なんでかっていうと、ここの1階からよく出てくるんだよ。あそこから、あそこ芸能人よくいるの。なんかマルエツで買い物したりするんでしょ。多分ね、ここ芸能人が住んでるところだと思う。あの白く光ってる1階が、ここのね、上の方に住んでるんだと思うよ。ここよくいるもん。これバールじゃ突き破れないでしょ。警備員何人もいるし。開けろやーっつってもすぐね、捕まるよ。タワーマンションとか住みたいとは思わないな。一軒家の方がいいな。庭付きの一軒家がいい。そうそう、もう帰りだけどね。へえ、この辺は芸者の町だったんだって。芸者さんが住んでた町なんだって。でもね、ちょっとビル入ると住宅街みたいになるんだよ。そこのマンションの4004がうち。え、そうなの？ここに住んでんの？へえ。外配信が再来月から都内全面禁止。いや、バカバカしいでしょ、そんなの。バカバカしいよ。え、のんちゃん、夜マック食べたいって言ってなかった？お腹いっぱいになっちゃった。いらない？北新宿再開発してるんだ。北新宿の方はあんまりよくわかんないな。外配信が禁止なわけじゃないでしょ。盗撮が禁止なんでしょ。え、じゃあ、何あの法律。本当に禁止なの外配信。あれ、配信者がそう言ってるだけじゃないの。
え、本当に禁止になるの外配信。そんなことを都が決めていいの？え、それ本当？法的な根拠あるの？え、だったら大阪とかに引っ越さないの？んちゃん。条例の解釈でしょ？いや、俺、だから、あ、外配信は禁止にならないと思うよ。外配信は禁止にならないと思ってる。いや、本当だとしたらもう北朝鮮みたいな国だよ。な、ありえないよ。俺バンバンやるよ。ソニーのカメラちょっと保留っすね。今月の動き見たい。なんか先月の末から、売り上げが激減してるんで、収入激減したんでちょっと怖いから、金貯めておく。次行こうか。無断で他人を映さなければってさ、そんな外配信で物理的に無理なの。フォーカスは、今までの解釈だと、ほら、今映ったじゃん。こんなの無理なのよ。だから、その今までの法的な解釈だと、フォーカスを向けなければ風景として扱われんの。だってさ、それってさ、修学旅行とかでさ、東京に来た外人とかさ、学生とかがパシャッとって他の人映ってたら逮捕ってことだよ。そんなバカな話ないだろ。そう思わない？だ、無断で他人を映さなければそんなこと不可能なんだよ。で、フォーカスを俺らは別に合わせるわけじゃないじゃん、他人を無断で。だから事実上ね、あれだよ、その無断で他人を映さなければ大丈夫っていう、もし映したら逮捕だったら、もう俺ら外配信できないのでイコールだよ。なあ、おかしいよ。警察とかにね、権力を与えるだけなんだから。そんな日本、先進国じゃないよ、本当にそんなことやってたら。バカバカしい。独裁国家かよって思うよ。これ別に配信者じゃなくても反対するもん、そんなくだらないこと。配信は政府に見えるよ、俺も。ただあれって危ないのが、警察官とかが配信止めてって言った時に、警察官が無理にあの条例を言ってきそうな気がすんの。お疲れ、ポンさん、バカありがとう。俺も配信は政府っていうのが俺の解釈。うん、そうだね、あれは。まあでも、もう日本は終わりだよ。もしそういうことをやってるんだったら、本当に外配信禁止だったら、俺はこの国本当に終わりだと思うから、本気で移住考えるね。もう日本に住みたくない。俺はそしたら、ひろゆきみたいに海外に移住するよ。え、今帰るところだよ、リーさん。わたつー、今日ね、のんちゃんのリーバイス買ったの。ほら、リーバイス。あ、逆光。もうちょい明るいところ行って。全然明るくない。もっともっとこう。急にノスタルジックになっていいでしょ。俺この通りが大好きなんだよね。急になんかノスタルジックになるでしょ。東京住みにくいよ。そう。のんちゃんのリーバイス買って、俺はメガネを直した。いいでしょ。のんちゃんは501買った。食べる？食べるじゃない、飲む？飲む。
そう、レトロな感じなの、ここだけ。うん、皆さんいらっしゃい、楽しんでっていい。なんかね、つまんなくなるとかじゃなくて、その政治家が決めることじゃないことを政治家がやってる気がする。ボタンダウンなのかな、わかんないな。ボタンダウンなのかな。ある？この通り好きなんだよ。トラディショナル、わかんない、なんかメイドインチャイナって書いてあったから、来月になったらメイドイン USA が出るから、いなかった、メイドイン USA が出るからそれ買いなよって言ったんだけど、のんちゃんは中国のやつでいいって。昭和の日本が一番良かったね。なんか平成って何だったんだろうね、本当に。なんか平成で一番良かったのはネットぐらいじゃないの。時代的にはもうインターネットだったね。ゆうさん、ありがとう。花火ありがとうございます。もしよかったらアイテムで応援してください。皆さんありがとうございます。よろしくでーす。行こうか、のんちゃん。平成の閉塞感なんだろうね、これ。なんか本当に何が何だかわからない時代だったよね。まさにだからネットそのものが普及したっていうのが平成だったっていうだけで、ただ息苦しくなったのも平成だよね。あ、なんか本当に俺は昭和生まれとして悲しいよ。外配信ね、もうすぐ家。猫星さん、ありがとう。風船ありがとね、アイテム。外配信面白いよね。のりこを無理やり引っ張り出して正解だった。ていうかね、このメガネずれるの直してもらったから、それも良かったね。メガネよくずれてたんだけど直してもらった。ミラクルフィットしてるよ。もうすぐ俺の家ですね。これはギリギリ昭和だね。生まれが昭和60年だから。パフェ、あ、バカありがとう。昭和のね、世の中にネットがあったらまずいいよね。高層ビルが向こうにあって、急に住宅街になった。30、昭和60年だよお前。俺は32。昭和60年は32。昭和60年生まれだと64年がすぐ終わったし、61年に1歳だから、よいしょ。はい、ただいま。皆さんもお疲れ様でした。たくさんアイテムありがとうね。今家に着いたよ。疲れた。ややこしい。そうか、別にややこしくはなくない。うー、疲れた。うー、疲れたな。楽しかった。散歩は楽しいな。足痛いでしょ、のんちゃん。足痛い。うん、これ
領収書はないよ。領収書は持ってる。ご飯ケバブ食べた。何？これはお客様控え。あ、いいや、これ捨てて。いらない。そうだね、昭和64年と平成元年が一緒だから。ありがとうよもすけさん、ありがとう。ねえ、いろんな街紹介するのいいと思うよね。あの、今日は新宿だったけど、高田の馬場とか中野とか、あのテーマを決めて散策するみたいな面白いかもね。今日はどの街をやる。今度どこ行く？次は。でも丸メガネサングラスにした。あの色度付きにした。何色？あの黒。普通のサングラスっぽい色。うん。黒っていうかなんつうの、あの深い青っていうの。見て楽しかった。よかったよかった。のんちゃん、あれちょうだい、チョコ。ちょっと待ってて。うん。リーバイス履くの。うん。暑いからちょっと下だけ着替えてる。うん。いや、だから岡山もプラプラしようと思ってるよ。実際。次は。岡山、名古屋、大阪は結構ぐるぐる回ろうと思ってるね。ありがとう。チョコありがとう。サンキュー。そうそう、配信者なんかさ、あの、家に引きこもってばっかりだからさ、歩きゃいいんだよ、とにかく。歩きながら雑談やればいいんだよ。ただ、あれはきつかったけどな。山手線一周と、あとなんだっけ。あの、なんだっけな、高尾山からか。新品硬いよ。スタバのお釣りがあった。あ、ほんで、はい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 、ありがとう。いや、丸一日かかったよ。買ってあげたよ、順番。買ってあげたよ。1万いくらだっけ ?1 万3000円メイドインチャイナで1万3000円すげえよな。かっちょいい。かっちょいいよね。見せてあげれば、リスナーさんに。だったら USA で2万円のやつ買えばよかったのに、来月まで待って。これ。長いからさ。うん、メンズの501買った、どれ。おお、いいね、いいね。ボタンなんだよ。ボタン、ボタンのところ。うん、のりこの501。
あ、かっこいいね。うん、ボタンなんだね、ここは全部、うん、それがかっこいいな。これかっこいいよね。そう、うん、これいいね、うんうん、小さいな、やっぱ501、うん、これはね、メンズのな、インチってどこに書いてあるの？そこのウエスト28って書いてあるね、うん、ウエスト28って書いてある。でも俺はね、来月501買う。 USA の赤耳のやつが出るから来月買いだね。ノンウォッシュが出るから、イエーイ、5月に入れるって。おお、トト久しぶり、元気？久しぶり。かっこいいよね、うん、多分ね、赤耳の来月出るやつ1万8000円前後で買えると思う。丈が長いからね、ちょっとね、うん、あ、仕事忙しかったんだ。うん。BGM 今日ない。外配信やって帰ってきたから、今。よかったよ、のんちゃん。うん。うん、もう履き潰そう。うん。かっこいいジーパン作ろうぜ。うん。ヒゲの作り方教えてあげようか。ん？ん？最初に履くときが重要なの。あのね、2時間うんこ座りすんの。頑張る。いや、ほんとだよ。うん。一回、こう、シワつけたいところとか、うん、全部決めて、グーってタグ仕上げて、もううんこ座り。2時間。うん、で、もう折り曲げて、指でこうやって折っていって、うん、後つけんの。うん。みんなありがとね。やっぱリーバイスは501だよね。うん。それ一日やるといい。あとは畳まない。うん。もう脱ぎっぱなしにしとく。ジーパンは畳んだらアウトだから。吊るすか放置。要は、シワを伸ばさない。だからさ、子供がさ、脱ぎっぱにするじゃん。お風呂入るときとか、お母さんが怒るやつ。あれがジーパンの正しい収納だから。そう。俺はフックにかけてるね。ハンガーのフックに引っ掛けてる。で、多分最初の半年一年は洗わないで履き続けたらすっげえかっこいいやつができるよ。そう、しょっちゅう洗ったらダメ。当たりとかヒゲとか。え、洗ってないよな、大丈夫だよな。俺はだから今ノンウォッシュっていうのを作ってるね。これが1ヶ月に1回水洗いでやってるジーパンがこっちなんだけど、俺の606はだいぶ柔らかくなってきたね。1ヶ月に1回水洗いでも、シワがうまく出てきたの分かるかな、この辺とかに。俺は1ヶ月に1回洗っちゃったの。でも本当はその半年か1年最初は履いてファーストウォッシュすると、その白くなったりこう模様が出るのね。ファブリーズよりもね、あの影干しだね、陰干し。太陽で裏側にひっくり返して陰干し、陰干し。うん。そうそうそう、ジーパン奥深いよね、トトね。これ、潔癖症ではないかな。ただ、まあ、洗剤は使ったらもうアウトだね、一発で。洗剤はもうアウト。
使ってもいいんだけど、その中性洗剤とか天然由来の洗剤、もう超時間かかるよね、いい感じにするのに。いや、ジーパン奥深いよ。ジーパンはマジで奥深いよ。ちょうどね、これリペアに出したんだけど、俺は股から破れてくるから、一年ヘビーで履いて、もう股の部分に、もう破けた部分縫ってる。破ける前。まあ普通の人、今、だからね、これ綿100なのよ。俺らが買ってるの。俺とのんちゃんが。でも今のってストレッチジーンズって言ってさ、柔らかくて伸びるでしょ。ユニクロとか。リーバイスもストレッチ素材になってきてんだけど、俺は綿100しか買わないの。硬いの。履き心地めちゃめちゃ悪いの。ただもうめちゃめちゃ持つ。だから道着とかさ、柔道の道着とかさ、あの、空手着みたいな感じよ。硬いの。ジーパン一生もないもんね。だからこれ同じジーパン606、3本持ってる、俺今。もう子供の頃欲しかったやつね。やばいよね。去年まで生活保護でさ、ユニクロの5000円の穴ボロボロのさ、ジーパン書いてたやつがさ、2万8000円のジーパン3本持ってんだもんな。あざっす。あざっす。一生ものだよ。まあ、下手な買い物するより全然いいよね。ねえ。過疎生主は履いてるジーパンが違うんだよ。世界の和道だから。ありがとうございます。成り上がりましたね。まだまだ成り上がりますよ、僕は。配信会初のタワマンに住む男になるんだよ。タワマンに。おしっこ飛び散ったらさすがに洗った方がいいかもね。だから飛び散らないように気をつけて履くんだよ、ジーパン好きは。だから、なんだっけ、スマップのジーパン好きな人誰だっけ、何くんだっけな。草薙くんか。草薙くんは、ジーパン履いたままお風呂に入って石鹸で洗うって言ってたね。石鹸で、すごいよね。ズボン履いたまま、そのままドボンって湯船に使って、そう。石鹸でジーパン洗うぐらい好きらしいよ。うん。どうなんだろうね、パンツ履くでしょ、さすがに。それは履くでしょ。それは聞いたことないな。来月楽しみだな。501。USA みんなジーパン欲しい人は買った方がいいよ、多分。来月、ノンウォッシュのリーバイスの、もう、はっきり言って、アメリカでもう生産が終わったの、リーバイスって。それで死んだって言われたの。リーバイス、だから俺が持ってるリーバイスって、実はリーバイスじゃないって言われてるリーバイスなのよ。リーバイス好きからすると。2006年に終わったって言われてんだよね。要は、アメリカでの生産が終わったから。で、今、日本のリーバイスとか、のんちゃんの中国製、俺のはね、インド製。で、日本もリーバイス出してんの。作り全然違うから。日本製いいよ。日本製はね、生地が、なんか特殊で、なんかね、ステッチっていうの、縫い方が超丁寧なの。頑丈に作ってんの。で、アメリカのは武骨なの、やっぱり。なんつうの、なんかね、正直日本製の方がクオリティ高いんだけど、アメリカのやっぱいいよ。あ、ショットガンで撃って作ったんだ。そう、インディコブルーってやつね。そう。要は、アメリカでも、要は、もう売れなくなっちゃったから、今、期間限定で復刻してんのよ。で、来月、ノンウォッシュの、その、アメリカで作ってるリーバイスの501の復刻が出るから、来月入荷するから、俺絶対手に入れるね。一生ものだと思って。下に履くパンツは俺はシルキードライだね。ユニクロのシルキードライ大好きなの。一着パンツ1000円なんだけど。なぜかパンツだけはシルキードライだ。来月絶対手に入れる501。それでもうジーパンは一生ものだね。長い目で見ると安いと思うよ。全然。持ちがいいし。
アメリカのね、USA の501は絶対持っとかないとダメだよね。プレミアつくかもよ。定番中の定番、王様。いや、いいこと聞いたでしょ。ジーパン買うんなら来月だよ。で、今ヴィンテージは出してるの。要はアメリカでの生産物っていうのは今年多分いっぱいで終わるんじゃないかって言われてて、期間限定で。緑茶で、もうウォッシュしてある柔らかい素材のやつは復刻出てんので、それ買おうか迷ってたので、そしたら今日店員さんから来月ノンウォッシュって言って、カッチカチの洗ってないやつ、要は自分で色合いとかを調整できるやつね。赤耳っていうのは、ここの縫ってるここの部分のに赤いステッチが入ってるの。白いやつに赤いやつ、それが USA のやつなの。赤耳って呼ばれてる。だからこうひっくり返した時に赤いステッチが出るの、ここに。赤ラベルじゃなくて、それが赤耳。あと、その、なんつうんだろう、こういうリーバイスが、俺のやつは大文字なのね。これ多分普通のリーバイスは小文字なはずなんだよ。L が大文字で全部小文字なはずなんだけど、俺は古いやつの復刻だから、ヴィンテージの復刻だから、リーバイスがでかいの。全部赤ステッチだよね、のんちゃん。うん。またのところまで片方入ってんだよね、赤耳って。うん、バーっと。で、のりこの手作りのジーパンあるあるよ。ちょっとちょうだい。のんちゃんの手作りのジーパン、フェイクがあるから、我が家には。赤耳だよ。これ、のんちゃん赤耳の、これ、のりこのジーパンはね、まず、これ、偽物を見てもらいましょう。まず、偽物特徴で、なんか、この、ここの部分に謎のステッカーが貼ってあるのね。だから、これペロってめくれますから。これ偽物の証拠です。わかります？これ、ジーパン好きは見抜けるはずなんですよ。シール貼ってあるから下に字が出ちゃってるね。これ偽物。うん。で、ポケットの部分も、手縫いだから粗い。これ偽物ですね、これ。無理やりカモメをこうのりこが再現したんで、はい、のりこエビスの偽物履いてるから、偽物っつうかのりこの手作りで、これが俗に言う赤耳ってやつなの。うん、わかる。このステッチの部分、ま、タグ仕上げるとこう赤耳、これが赤耳ってやつなのね。これのりこも手作り、うん、赤耳じゃない、3000円で買ったジーパンを無理やり赤くしてるっていう。そう。のんちゃん自分作ってる。だからのりこの手作りだから、途中から赤耳が消えるっていう。タグ仕上げていくと赤耳じゃなくなるっていう。これどこで手に入れたの、この赤耳は。それ普通の生地屋さんで。生地屋さんでこれあったの、赤耳。そう。で、自分で縫い付けたの。そう。そう。のりこほどのファッションリーダーになると、3000円のジーパンでエビス作るから。うん。すごいでしょ、のりこは。これのりこ作のエビス。のりこエビスって呼ばれてる幻のブランドだね。うん、のりこエビス。はい。赤耳を再現したところがかっこいいでしょ。赤耳を再現までするっていうこだわりね。そこまで好きならエビス買えよっていう。俺でもね、何気にびっくりしたのが、よっさんがエビス履いてるっていうのがびっくりしたんだよね。よっさんがキャスバーでジーパン履いてたから、ダッサい T シャツ着てるじゃん、いつも。で、ジーパンチラって見たらエビスなんだよね。知らなかったでしょ、みんな。よっさんエビスなんだよ。いや、なんかね、偽物が多いんだよ、エビスって。あ、そうなの？そう。なんで？韓国製とかの。へぇ。よっさん実はエビス履いてんだよ。やっぱ和道はでもさ、リーバイスでしょ。和道はリーバイスでいてほしいでしょ。だからディーゼルとかじゃないじゃん。ドレさんはディーゼルなの。ドレさんはディーゼルのジーパンなの。ヨッサンはエビスなの。で、和道はやっぱリーバイスだよね。
ヒカルくんは、エドウィン？わかんないけど。いや、来月買った方がいいっすよ。ありがとう！花火ありがとう！いや、絶対来月買った方がいいっすよ。一生もんだと思って。来月出るノンウォッシュの501。絶対買いっすね。僕はもう、逆に、こっちの2万8000円の方よりも欲しいもん。2万8000円で買ったのをちょっと後悔したぐらいだもん、ね。新作買いに行ったばっかりなのに、501出るって聞いて、買った後だったからさすがに会計戻すわけにもいかないしさ。来月絶対買い501。ラルフもいいんだ。ラルフローレン？え、トトも買うの？和道リスナーみんな501履いてんでしょ？オフ会のイベントの時、捨て頃の時になんかやたら501のやつ今日多くねみたいな。和道リスナーすぐ真似するからね。だから、あれじゃん、俺のさ、あそこに飾ってあるカバンも結構、あれだからね。みんな買ったかんね。4、5人買ったよ、和道リスナー。女の人も買ったっつってやし、普通に、つって。なんか知んないけど、リスナーってさ、配信者の真似するんだよね。なんでなんだろう。ていうか多分ネットオタクだからファッションとか興味ないから、配信者が喋る情報で、あ、私も買おうってなるんだろうね。あれいいカバンだよ。あれも一生もの。もう、カバン買わないもん、俺。あれも一生もの。あれはいいよ、ヘルツは。ヘルツっていうカバンなんだけど。めちゃくちゃいいカバン。あれはもう、20年ものとかになってきたら、くったくたになって超かっこいいよ。色ツヤが出て。買ったばっかりの時は真っ赤なランドセルみたいにダサかったけど、だんだん黒みが出てきてかっこよくなって。本革に決まってんじゃん。本革。持ってこようか。なんか、うなちゃんマンの放送みたいになってきたな。大丈夫か？なんか、佐野に寄ってきたよね。小金持つとこうなるから気をつけた方がいい。ああ、いいだろう。おやっぱよ。本革だよ。ああ、いいだろう。これが、だいたいね、逆光になっちゃうんだよな。ここについてるタグは、この色が最初の色。この色見えるかな？ツヤがないでしょ。ダサいでしょ。だけど、オイルを1ヶ月に1回塗り込んでんの、俺は。だから、こんだけ変わるんですよ。全然違うでしょ。ちょうど1年ぐらい経ったかな。ツヤと深みが全然違うでしょ。これあえてオイル塗ってないんですよ。かっこいいでしょ。で、これがどん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 深くなっていくの。黒くなっていくっつうか。これだったらダサいダサいって言われてたの、正直。ダサいじゃん、正直。でも、もう経年量化するの分かってたから、もう手入れしなかったら一発アウト。たった1年でこんなに変わったのよ。いいでしょ。そう。これかっこいいよ、普通に。ビジネスマンとか、赤じゃなくて黒とかさ、キャメルとか持ってたら、これ普通にかっこいいよ、ビジネスマンが。仕事できる感じするでしょ。これは、使えば使うほど良くなる。ただね、欠点はね、営業マンとか無理。重いの。これだけ2キロあんのよ。すげえ重たいから。営業マンとか外回りの人はおすすめしないけど、普通に内職とかの人だったら、全然ありだと思うよ。内勤の人とか。なんならもう20年使ってさ、退職するときに息子に譲りゃいいんだよ。謎のこだわり。内勤か。内職じゃないか。内勤。ごめん。書類入れたらめっちゃ重いっすね。
ちゃくちゃ重い。なんか昔の大正時代のものとか好きなのよ。なんか大正っぽくない？古き良き日本のものみたいな感じで。なんか大正デモクラシー的なものが好きなの俺。わかる？いいっすよね、武骨な作りで。めちゃめちゃいいっすよ。あとはマントが欲しいな。もう俺は上着はマントがあればもう完璧なんだよ。マントがとにかく今欲しいアイテム。マント売ってねえかな。川越ってそんな感じなの？知らなかった。今度行ってみようかな、川越。ありがとう、教えてくれて。なんかだけどそろそろもう引っ越したいな。そろそろ引っ越したい俺は。なんかもう部屋が狭くて狭くてしょうがないんだよね。どうにかなんねえかな。とにかく部屋が狭い。本物のメイドがいるの。本物のメイドって何？偽物のメイドと本物のメイドがいるの、世の中には。今6畳半っすね。さすがにもう狭すぎてもう足の踏み場ないぐらい狭いっすよ。やばいっすこの部屋は。 1K でもいいけどもうちょい広くしたいな。なんか20畳の 1K とかがいいんだけど。てか一軒家がいいよね、やっぱね、のんちゃんね。寝たのもう。早っ。もう寝た。ん？ん？寝た？寝てない。寝てない。マリリン見て。誰マリリンって ？YouTube の。ああ。化粧の人、はい。はいはいはい。好きだよね。なんだっけ、朝なんとかっていう人もいなかったっけ。わかんない。なんだっけ、 YouTuber でメイクで一番有名な人誰だっけ。なんだっけ、誰か知らない？メイクで有名なさ YouTuber。 広い方が良くない？良くない？空間をうまく使ってて。俺広いのにドーンってなんかこう構えてるのかっこいいなとか思うけどな。なんだっけな、メイクの YouTuber で有名なのはなんだっけ。多分日本トップだと思うよ。なんだっけな、出てこねえな。トモチンじゃなくてなんか、なんかそういうの全然違う。朝なんだっけ、みんな知らないか。あの人の方がメイク上手いと思うんだけどね、俺。
のんさんが見てる人より。変身メイクの人じゃなくて、その人その人なんだっけ名前、なんだろう。変身メイクっていうか、あのあれがすごい有名だった、あのなんだっけ、レディゴーの映画のディズニーの、なんだっけな、普通のメイクも上げてんだけど、そういうなんかキャラもののメイクとかをよくやる人、なんつったっけな、今検索してあげるよ。はい、田中さんおかえり。待ってね、メイク YouTuber。 あ、くそ、うぜえな、関連出すなよ。おぉ、こっから行こう、追い上げようぜ。セキネリサは微妙なんだよな、俺。あんまメイクうまそうじゃない。マリリンが9位にランクインされてるね。うん、ね、ちょっと待ってね。メイク YouTuber。 あ、この人だ、佐々木朝日さん。へー、佐々木朝日さんの方がうまいし、うん、この人のメイク好きだよ。佐々木朝日で検索してみて。うん、これ今佐々木朝日は3位だって。花火いけてます。今日はやばいね、ちょっと花火はね残り45発だが、今日はねちょっとね微妙今日は微妙。キツネ枠にする？必殺キツネ枠にする？あのストレスは半端じゃなく溜まるけど、花火がなぜか上がるキツネ枠やってみる。キツネ枠どうする、田中さん。勝負仕掛ける、うん、いやもう寝るよ、もう寝るから。あと1時間の雑談でキツネ枠でぶったたかれて花火もらう作戦でいくアンチとバトロー。オッケー、わかった。じゃあ一回ね、機材入れ替えるんで、5分後に集合です。皆さんお疲れ様です。キツネ枠で、ちょっと、アンチと戦争します、僕。お疲れっすー。